動画撮ろうと思って成長し忘れてましたね。いやその方がまた聞き逃しがあったうんそうですね、はい、うん、まあそういうことで、まあ、とにかく観察表をつけて栄養補助をして、はい、しかもちろん栄養補助がメインじゃないですかね、はい、家帰って30分したら、はい、ペレットとチモシーと、はい、これを、うん、野菜 5g、はい、並べてくださいね、はい、でそうやって食べればそっち食べた方がいいわけだから、あ、はい、ね、で、はい、一回この午前と午後で一回捨てて、また新しいやつを、その方がいいですね、はい、という形でいきたいなと思います、はいはい、そしたらね、今からね、はい、で、この手の注射器まだちょっと準備しますけど、あ、はい、大きな太いやつは2本ね、はい、じゃあこれも2本、はい、あ、こっちは3本出しておきますわ、はい、で、なんで複数出るかというと予備、あ、予備、はい、で1回使い終わったら洗ってまた使ってほしいわけ、あ、そうです、ね、使い捨てだけど使い捨てにしないで、はい、で、あの石鹸使わずに洗ってください、はい、お湯で洗えばいいですね、お湯だけで、はい、お湯、お水だけで、中途半端に石鹸が残ってるととっても具合が悪くなりますから、あ、はい、そうなんですね、そう、だからもう洗剤、ね、はい、使わないで、はい、お水かお湯だけで洗ってください、わかりました、で、何回か使うと動かなくなってきますから、はい、新しいやつを、はい、そうなったらこちら病院からくださいって言ってもらえればまた新しいやつ出しますんでね、はい、そんな形でいきますね、はいはい、そしたらですね、またこちらの部屋でちょっと待っててください、はい。